さあ、ということで今回はね、雑談動画なんだけど、ついにプロ野球が開幕するということなので、まあ、順位予想とかいろいろね、ちょっと喋っていこうかなと思います。はい。だから順位予想はね、そんなガッチガチにやったわけじゃないんだよね。まあ、一応プロスペースの予想に書いたやつなんだけど、俺オープン、もう全チームのやつを網羅してたわけじゃなくて、それどころか、自チーム、僕が応援してるチームのオープン戦もしっかり見せたわけじゃないから、ほんと当て、に、勘だね。勘で当てに行ってますよね。はい。まあ、どんな順位予想をしたのかっていうのが、まずこれなんですけど、勘ですね、これは本当に。勘と願望が入ったやつ。うん。なんでこの順位にしたんですかって言われたら俺答えられないですね、正直。うん。パリーグに関しては、その2021年の順位とほぼ当てはめてるだけだよな、これ。2021とほぼ同じじゃね多分。一個ずれてるぐらいだよね。もう本当それぐらいなんですよね。うん。今年はなんかセパともに、なんか盤石ってチームがあんまり思いつかなくて、見てないからだと思うんだけど、なんとなくその混沌としそうというかね、順予想が一番難しいんじゃないかなって言いたいんだけど、去年の方が難しかったな、絶対順予想は。まあまあまあ、でも、去年に引き続き難しかったかもしれません。で、セリーグに関しては、僕巨人ファンだから、願望で巨人1位にしてます。はい。あの、他チームのファンだったら絶対俺巨人1位にしてないわ。オープン戦最下位だもん。チラッと見るたびに負けてたのよね。うん。だからまあまあでも願望でしょうね。まあこういうのって願望込みでつけるもんじゃないですか、一応。うん。で、2位の広島はね、まあ僕としてはね、去年のイメージとして、若手がいっぱいいたから、若手がいっぱいいた。林さんとか小園さんとかね。ああいう人たちが多分今年は、覚醒するんじゃないかなという。で、新外国人もね、広島さんは結構当たるイメージがありますから、結構苦しめられてるイメージあるからさ、広島の助っ人に。去年クロンさんはね、あんまり活躍してなかった気がするんだけど、多分そこら辺の上積みがきっちりハマりそうだなと思ったから多分2位にしたんですよ。多分。で、3位の中日はね、投手陣強いからかな。で、今年はなんか石川さんとか根尾さんが覚醒する気がする。なんとなくだけど、どっちかは2桁ホームラン打つ気がするんですよ。うん。そして、何よりもね、立浪監督ですから、これが何よりも上積みですよね。うん。まあ、中日はもう打線が、ちょびっとね、その、覚醒したらもう上位来るだろうなっていう僕の当て感です。感です。はい。で、4位の阪神は、多分、これ作った時さ、なんで阪神4位なんだろう。ちょっと今の自分にはちょっとピンとこないんだけど、多分、広島と中日のその上積みと比べた時ギリ競ったのかなみたいな感じだと思うんだよね。阪神に関しては。多分差はないという感じだと思う。2位から4位は、うん、僕の予想だとね。はい。まあでも阪神は相変わらず強いしね、若手も多いし、若手中堅がさ、もうどっしりしてる阪神っていうのはなかなかその近年見れなかった気はするよね。僕が野球見始めた頃からはそのなかなかその中堅がぽっかりみたいなイメージがあったから、そういう意味では強いですよね。で、 DeNA に関しては、まあ、去年5位だったから、あ、6位だったから、まあそこから1個上積みって感じだったかな。でも打線強いよね。外オースティンいて、なんで6位なんだろうみたいな。でも外さん、オースティンさんが開幕から活躍すれば、あれ怪我したっけ、そういえば怪我なんだっけ。まあでも外さん、オースティンさんがいればいるほど強いよね。で、太田大志さんもいますからね、上積みはいっぱいあるんじゃないですよ。で、ヤクルトに関しては完全にもう今までの流れです。はい。ヤクルトって A クラスに入った次の年、なんか知らないけど絶対5位か6位に行くイメージがあったから、6位にしました。もうほんとそれだけ、理由は。強そうだけど。で、実際オープン戦巨人と一緒に最下位だっけか。ね。わかんねえんだよね、ヤクルトはな。多分いつものそのヤクルトの流れがなかったら俺多分2位に入れてるんだよね。うん。だから、そういうことですよね。で、巨人に関しては何回も言いますけど、完全にファンだからです。はい。あと、開幕戦、小林誠司さんがマスクを被ることが確定したみたいなので、多分巨人は優勝します。小林誠司さんの活躍にかかってます、巨人は。うん、小林誠司さんが3割打てるなら、巨人は優勝できるかな。小林さんが3割20本打てたら、日本シリーズ優勝できるかなっていうのは私の予想ですけど。はい。まあ、そんな感じですかね。で、パリーグに関しては、もう本当にちょっと、既存の順位を動かしたって感じだよな。もう西武さんがね、俺、強いのかなと思ってたんだけど、去年最下位なんですよね。で、何よりもその、
あのどん底の巨人に2連敗かましてたのがちょっと印象的だったんですよ。だからまあ5位で、なんで6位日本ハムかっていうと、いやまあ新庄監督、あ、じゃあビッグボスか、ビッグボス監督が就任して、なんか勢いはすごそうなんだけど、やっぱ去年からまだまだかなって、その数年かけて多分進化するイメージがあって、もし今年 A クラス来たら多分新庄監督すごいよね、神として崇められる気がするわ、本当に。あ、すごい、もう新庄監督、あ、ビッグボスだ、ビッグボスのそのなんていうのかな、力ってすごいんだなと思いますよね。なかなかその急にパッて強くなることってないから、まあそうかな。でソフトバンクに関してはもうこっから上4つはね、もうどれも同じに感じてる俺は。うん、全然オープン戦見てないからでしょうけど。で俺ロッテね、4位でもおかしくない気がしたんだけどね、今やったらまた違う気がするけど、これほらちょっと前だから、この順位予想したのが。でもあの佐々木朗希さんいるじゃないですか。俺岡本さんがホームラン打った試合見たんだけど、佐々木朗希さんがいる限りロッテは多分 A クラスな気がする。佐々木朗希さんがいる限り多分ロッテは A クラスを死守するよ。俺が言うんだから間違いない。ね。それぐらいのパワーを感じましたね。まあ、なんかパリーグはあんまり去年と順位変わらないんじゃないかなって言うとで、こういう感じになったよね。はい、以上です。あの根拠もクソもないね。あのこの6分間何を喋っていたのかという、そんな順位予想でしたけれども。まあそういうことですよ。で、まあ、プロ野球開幕ってことでね、まあ巨人はね、菅小葉ですよ、菅小葉。ね。もう尊い。と言われることもありますけど、菅小葉で発表された時、すごいツイッターでね、盛り上がってましたもんね。で、原監督、その、巨人の YouTube 見たんだけど、原監督自分から発表してたもんね。取材中に、あの、記者に対して、あの、キャッチャーとか気にならないのって言って、で記者が気になりますね、って言ったら、明日は、友幸と小林で、って言ってたもん。政治だっけか。ちょっとごめんなさい。そこ、間違えたかもしれないんだけど。そうそうそう。あの、原監督自らが、聞かせに行ってたからね。もう自信あるんだろうね、菅小葉に。ね。キャップいねえけど。まあ、小林さんが打つかでしょ。俺先に言っとくけど、小林さん多分大野雄大さんから打つよ。みんな、覚えとけ。俺、小林誠二さんは絶対大野雄大さんから打つと思ってるから。もう、小林さん今年ベールを脱ぐよ。プロスピエースの、なんだっけ、あの、一言欄に、2022年の小林誠二は一味違うって書いてあるからね。ついでに、ちょっと前までは一寸先に小林誠二っていうアカウント、アカウント名でしたから。今は勝たせてくださいになってますけどね。今は勝たせてください。もうあの、ごめん。対人戦勝てないからさ。ねえ。プロスピエースのガチャ運もあまり良くなくて、欲しかったの丸さんだったんだけど、丸さんが一向に出てこなかった。取った選手がね、俺 S ランクで取ったのが、野間さん、広島の野間さん、アルカンタラ。アルカンタラ強いんだよね、確か。リアタイだと。で、あとはね、滝中さんかな、滝中さんも取ったし、あとはね、誰だったっけ、あ、佐々木朗希さんだ。佐々木朗希さんも取りましたね。佐々木朗希さんも取って、まあ、そこら辺かな。あと藤原さんも取ったし、まあそういうメンバーでしたよね。まあちょっとライトのイチローさんを取りたいなみたいなのはありますけれども。はい。僕が欲しかったのは丸さんだったんで。でも丸さんは来なかった。でもセンターに俺塩見さんのさ、ベストナインのやついるからね、どうかなって。プロスピエースはまだまだ分からないことが多いですね。だって、あれですよ。覚醒とか分からないもん。なんかさ、前シーズンのキャラ、いるじゃん。ないですか。で、俺、戸郷さんの S の超1位が1人いて、で、今、戸郷さんの A ランクが2人いるんだけど、あれ、前のさ、シーズンってなんかスピッツ率が低いんだっけ？だから、前のやつに、その、今の A ランクをレベルマックスにして合体させたら損なんじゃないかみたいな、ちょっと全然わからないんだよね。で、レベル602つ揃えて、ポンポンってやるべきなのか、A ランクを先に合体させて、それをレベル60にして、S ランクに合体させるべきなのかみたいな、全然ちょっとまだピンときてないんですよね。分かってない。まあだからその、なんていうんですかね、すべてが、ぐだぐだでした。はい、ということで、とりあえず私はね、画面にある通り、このような順位予想をしました。皆さん、どう思いますか？ぜひ、感想を書いてください。よろしくお願いいたします。では、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。では、プロ野球、楽しみましょう。じゃあね、バイバイ。